はい、皆さんこんにちは。ドラバンドマンマイケル斉藤と申します。ライブ当日の様子を Vlog という形で動画にしているものです。さて、今回の内容なんですけども、おしゃれなバーでアコースティックライブしてきたということになっています。ちょっと前の6月23日の様子をね、動画にいたしましたのでお願いいたします。今回のポイントなんですけど、つまりアップライトベースのみでライブ演奏するということです。さあ、どういう風なライブになったでしょうか。ちなみに今回の音源はピンハゲ様からご提供いただいた音源になっています。その時のやりとりも動画にしようと思いますので、そちらもぜひお楽しみください。それでは動画始まります。とりあえず楽器の設置は終わりました。こう綺麗に、うまく毛が噛み合わないとかっていうところ、だんだんピッチの方も怪しくなってきたりとか、ここら辺ですよね。でもさ、ほら、気にしなきゃさ、今みたいにさ、はい、普通にセッションできるわけじゃん。そうなんですよ。音出して、自分が出したい音とか、その、自分の出したいリズムに対して合うとか、するんで、ちょっと安定感が、心の安定感がちょっともう少し欲しいかなっていう気がしますね。気にすぎだよ。お酒飲めば。いや、だから車ですって。任しとけ。すいません。カホンの使い方でしょ。なんか指をさ、指立てないでそのボンってやる叩き方とかさ、指ポンって叩き方とか、でこの辺叩くときにもこうやってやったりとか。これ肩に背負ったらわかりますね。いや、バカな。だってさっきさ、ね、こんな叩いてたらいい音もですしね。大丈夫ですか。はい、簡単な状況説明をいたします。どうしてもね、場所の関係でしっかりとしたカメラを立てることができなかったので、ちょっとね、アングルがいまいちかなと思いますが、ご了承ください。私にバーボンをください。よろしくお願いします。日本人でございます。マイケル斉藤。オンパーダショー。色に消えてゆく一番星輝いて、あの田んぼのあぜ道に。ちょっとね、まだライブは続いてるんですけども、時間の関係で帰っていこうかなというふうに思います。気をつけて行っていきます。はい、というわけで初めてのバーでのアコースティックのライブの演奏、いろんな経験がねできたんじゃないかなというふうに思っています。この経験を生かしてよりベーシストとして成長していこうかなというふうに思っていますので、これからも応援よろしくお願いいたします。できればチャンネル登録、高評価ボタンも押していただけるととても幸いです。それではマイケル斉藤でした。次回お会いしましょう。